はい、よろししくお願いします、えっと、国立環境研究所気候変動適応センターの藤田と申します。えっと、本日は、えっと、弊社の、えっと、地方公共団体の皆様に、えっと、向けた支援内容について、特にエプラットに掲載のあるコンテンツを中心にご説明したいと思います。えっと、こちらがあの A プラットのトップページになります。えっと、A プラットの中には入り口がこちら上に上げたような5つの入り口があって、 でえっと、気候変動と適用と、えっと、国の取り組みに関するものそして、えっと、地域の適用、えっと、事業者の適用個人の適用というこ,のこちら、えっと、5つの入り口がありますで本日こちら5つ1つ1つご説明していきますがこちらのトップページであの、まあ、分かることというのが2つありまして1つは、えっと、A プラットの,あの全体の更新であったりこちら あの入りぐまあ、こちらに挙げた5つの中の4つです、ね、の、えっと、更新情報があのトップページからあのご覧いただけますのであのまずトップページでこう更新情報なんかはチェックいただければなと思います。あとは、えっと メルマガにあの登録いただいている方に関してはあの A プラットの更新情報について大体、えっと、月1回くらいのペースであの更新情報を別途お送りしていますのでもしあのメルマガの配信ご希望の方いらっしゃいましたらあの問い合わせのとこ,ところから、えっと、配信希望の旨をあのお知らせいただければなというふうに思います。あああのメイリスののメス方に登録させていただきますえっとあとはあの トップページの方でもう一つ分かることというのは、あのトップページの下部に、えー、と A プラットの、えー、とサイトマップがこのようにあの、えーとえー、サイトマップを掲載しております。でサイトマップからももちろん、えー、と各それぞれのコンテンツに飛べるようになってますので、あのまあ、ちょっとあの少しわからなくなってしまったなということがあったらば、このトップページにある、えー、とサイトマップもご活用いただければなというふうに思います。 では、えっと、こちら、えー、プラットの五つの5つの,あの,あの大きな入り口、一つ一つ説明していきます。一つ目が、えっと、気候変動と適用というヘイトページについてです。でここでは、まあ、適用の説明であったり、用語集なんかあのなど、えっと、適用に関連する全般的なコンテンツというのをあの掲載しています。 でこの気候変動と適応のページにある、えー、掲載されているコンテンツというのはこちら5つになります。1つ目が気候変動と適応とは、まあ、気候変動の,あの、えー、とすごい基礎的なあの説明というのを我々に身近な農業であったり、えー、と防災分野であったり、えー、と健康分野に、まあ、注目しながらあの説明を、えー、と説明しておりますので。 まずこの辺をご覧いただいて、適用というのは、どういうことで、身近な分野ではこういったことが言われているんだよというのを、あの、とかかりとして、この辺をご覧いただければと思いますし、あの、何かにこう、説明される機会などあるときは、この辺の説明なんかも、あの、わかりやすいものになっているかと思いますので、あの、ご活用いただければなというふうに思います。 えっと、二つ目のこの分野別影響と適用というところには何が載っているかといいますと、こちら、えっと、気候変動適用の主要7分野。こちら、えっと、適用はこの7分野が日本では、えっと、主要分野として、あの、位置づけられておりますが、この7分野における、えー、各分野の気候変動ど、気候変動影響について、また、その適用について、えっと、国の適用計画を要約する形で掲載してございます。 で例えば、まあえー、とこちらも、えー、と分野別に、えー、と影響と適温について情報を載せておりますが、例えば農業について見ていくと、えー、と農業についてはまずこういったことが、えー、と日本で、えー、と気候変動影響が、えー、と懸念されている、あるいは実際に観測されているというのがまず説明があります。例えば、えー、と水筒に関して言うと、高温によって、 品質の低下が、えー、と全国的にこう確認されているというようなあの記述を見ることあのを掲載し整理しています。で、それについて、えーと、そういったそれぞれの影響について、じゃあどういった適用が、えー、現在取り組まれているのか、あるいは今後取り組んでいかなければいけないのかというような、えー、と各影響、各項目における、えー、と適用についての説明がその下に、えー、とそのこのページでは掲載しています。えー 情報を整理しています。で例えば水筒に関して言うと、えー、と高,温に高温により、えー、と品質低下が見られるというような影響が見られましたが、えー、とそれに対して、えーとまあ、水管理とか、えー、と基本的な技術を使って、あるいは、えー、と高温耐性マイ品種の,あの開発・か普及を推進しているというようなあの情報を見ることができます。で 先ほど、あのー、申し上げましたけど、こちら、えー、と国の、えー、と適,用計画適用計画を要約する形で情報を載せていますので、まああのー、各分野について情報は載っていますけれども、か結構シンプルな情報になっていますで、それぞれの情報、あのー、もうちょっと詳しく知りたいというようなことがあの出てくるかと思いますので、そういったときは、この適用、各 えと分野における適用の下にある、えー、とこ,このページ、えー、と適用の基本的な施策というものが、えー、とその下に、えー、と載っていてそれぞれのこちら、えー、と実際の、えー、と適用計画の該当箇所へのリンク集 にな,っていますなので、こちら、えっと、農業の、えー、こと、もうちょっと詳しくの、原本の方を知りたいなというときは、こちらクリックしていただくと,、えっと、こういったふうに、その適用計画内の、えっと、該当ページに、えっと、飛ぶことができますので、 えとそれぞれの、えー、と分野別の影響とか適用について、えーと、少し詳しくなって、もうちょっと,、えー、と内容を詳しく個別具体的に知りたいなというときは、こちらのページ、えーと、気候変動と適用の中にある、えー、と分野別影響と適用というとページをご覧いただいて、えーと、それぞれの影響と適用についてご覧いただければなというふうに思います。はい では、えーと、次に行きます、えーと。この気候変動と適用では、もう一つ、あといくつかコンテンツ他にもございますが、もう一つが、えー、とここが知りたい気候変動、えー、と地球温暖化、気候変動適用編というものです。こちらは先ほど吉川さんから説明ありましたが、えーとまあ、気候変動の影響とか適用について、まあ いくつかあの簡単な説明、すでに A プラット内でご説,明があ説明があると説明しましたが、もうちょっと踏み込んだ内容について、えー、国間検の研究者があの分かりやすく説明をしています。でまあ、例えば、えー、と気候変動の必要性について、えーと 弊社の、えー、とセンター長の向井さんが説明しているものがあったりとかあとはあのこの分野だとよ,あのよく聞くようになるこのバイアス補正っていうのはどういったものなのかっていうのをやはり弊社の、えー、と吉崎さんが説明しているものあとは、えー、と将来の気候変動影響についてその結果の見方の留意点なんかも含めた説明なんかが、えー、と弊社の岡さんが説明しているものなんかがありますのでえっ、ー、と この辺ご,覧いただきあのご参考にしていただければなというふうに思います。で、あとはこちら適用編については今は、えー、と全部で8個、あのー、記事が載っていますけれども、本家本元の、あのーえー、と地球効果が知りたい地球温暖化というものに関しては、えー、と弊社の、えー、と地球環境センターの方のページがやはり同じ、えー、とページに。 えとリンクが飛べるようになっております。で、こちらとあのもうちょっと気候変動そのもののことであったり、あとは気候変動予測のこと、あとは緩和策についても、あのやはり分かりやすい形であの解説記事が載っていますので、ぜひこっちもあのご覧いただければ、ご覧いただければなというふうに思います。えー、またあの、この気候変動と適用のページですには、用語集なんかも掲載しています。で 先ほどの吉川さんの説明の中に RCP の説明ありましたけれどももちろん RCP のこともこういったところあのこの用語集の中に載っておりますので何かいろいろ適用の分野だとこうあの専門用語が出てあの耳慣れない言葉なんかもあると思いますけれどもこの用語集をあのご活用いただきながらあの調べていただけるとあの分かりやすくあの調べることができるかなというふうに思いますのでぜひご活用ください。 と以上がまず1つ目の気候変動と適用のページからご覧いただけるコンテンツの一部になります。では次に2つ目の入り口である国の取り組みについてご説明していきます。 えっと、こちらのページでは、えっと、適用に関する、えっと、国とかあの関係省庁、あとは、えっと、研究機関の取り組みの紹介とか関連する情報というのをあのご紹介しております。でこの国の取り組みで、えっと、掲載しているコンテンツとしてはこちら、まあえっと、更新情報も含めて4つ、えっと、ございます。でまああと 関係省庁のところに関してちょっと詳しく説明しますが、えっと、こちら、あの関係省庁の適用に関する取り組みというページでは、えー、気候変動影響や適用に関する取り組みとか情報というのはあの省庁別にあの整理しています。で えっと、一つ一つの情報というのは、えっと、主要7分野のうち、えっと、何を対象にしているのかあの今、ここの例ではちょっと適用全般になっていますがこちらにアイコンを載せる形でこ,こ,こちらに載せているアイコンを載せる形でどの分野を対象にした、えっと、取り組みなのかあのページなのかというのを、えっと、整理しております。でもちろん、えっと、それぞれのページだったりプロジェクトの,あの概要についてもこちらあの 情報をまとめておりますので、何か、えー、と国の国での取り組み等を確認したいときには、このページをご覧いただければというふうに思います。で、まあ、例えばあの環境省、こちら適用に、こちらから、えー、とどの省庁の、えー、情報を探したいのかというのを、そうできるようになっていますが、えー、と環境省を選ぶと,、えー、と、こういうふうに環境省からの情報をまずざっと見ることができまして、で例えば気候変動と適用に関して、 というページがあってリンクがあるんですけども、えっと、そのリンクを飛んでいくと適用法であったり、えっと、築城解説なんかのページに飛ぶことができますのでできます。で他にもあの環境省だけじゃなくていろんな省庁の情報を載せています。えっと、例えば国交省の,あの情報国交省を選択して、えっと、検索すると、まあ、こういったページが出てきてその中では えとどういった分野を何を対象としたものなのかっていうのがこちらアイコンでご覧分かるようになっています。でまあここですと,、えー、と自然災害なんかの分野のに対する取り組みとして、えー、とこちらの総力戦で取り組む防災・減災プロジェクトの説明があって、えー、とリンク先には、えー、と元ページを,を見ることができるというようなものになっております。 はい。で、えっ、ー、と、同様にですね、この、えっ、ー、と、国の取り組みの中には、省庁だけではなくて、国の研究機関が公表している気候変動影響であったり、適用に関する、えっ、ー、と、情報も、やはり整理しております。で、こちらも、えっ、ー、と、先ほどの省庁での取り組みと同様に、各、えー、研究機関ごとに、えっ、ー、と、情報をソートできるものになっております。 で、それぞれの、えー、と情報に関しては、やはり対象分野が何なのか、えー、と適用全,全般というのものありますし、個別具体的に農業のものであったり、えーと、水環境分野のものであったり、自然災害のものであったりというように、えー、と何を対象としているものなのか、というような情報を整理しておりますので、何か、えー、と気候変動影響、あるいは適用関係での、えー、と国、 国の研究機関からの情報を検索されたいときっていうのは、こちら一元的に、えー、と情報整理していますので、こちらご活用いただければなと思います。で、例えば、今、こちら例に挙げたのは、えー、と森林総計さんが、こ,こから飛べますけれども、森林総計さんがからあの発表された、えー、と論文のプレスリリースの,あの情報になっています。えーと松枯れの 被害対策にやつや、えー、と役立つ、えーとまあ、リスクマップを作成されたというような情報になっていますが、まあ、こういったあの気候変動影響であったり適用に関する、えー、とプロジェクトであったりあの論文の情報なんか、こちらのページからご覧いただけますので、えー、とこ,いこの辺のページもご活用いただければなと思います。はい。えー、と以上、こちらで、えー、と国の取り組みから、えー、と飛べる、えー、と情報について説明しました。 次に、えーと、地域の適用という、えー、と入り口から入れる、えー、と情報についてご説明したいと思います、えーと。こちらのページは地方公共団体の皆様向けのページで、えー、と A プラットの中で一番あの情報が充実,充実しているあのページになっております。 でまあ、情報がすごい充実しているので、えっと、さらにこの地域の適用には、えっと、こちらにある6つの,あの入り口があって一、えっと、つ一つまあ説明していきます。で一つ目があのインタビューの,あのページになっております。でこちらインタビューのページでは、えっと、適用に関する地域の地域での取り組み例を、まあ、インタビューした内容を掲載しています。 でインタビューでは、えー、と適用計画の策定に関するもの、あとは地域で取り組まれている適用策について、あとは、えー、と地,域適用地域適用センターにを対象にインタビューを行っていて、あのそれぞれあのこのボタンを押すと,、えー、と各対象をあの抽出することができますので、えー、と他のあの自治体さんであったりの 取り組み例をこうご参考に、えー、のされたいときなんか、こちらのページ、ご活用いただけるのではないかなと思います。で、こちら例に挙げたのが、例えば、えーと、適用計画では、えー、と徳島県さんの例あの、先ほどの講義の中で、えー、と適用計画の中に、えーと 指標目標目あの数値的な目標を載せているというような説明ありましたけど、そういった時のどういってあの適用計画を作ったのかというようなあの例をインタビューさせていただいたものであったり、あとはこちらは適用策としては、あの滋賀県さんの、えっと、ハザードマップというか、あのリスクマップの策定についてあの載せたものがあのご覧いただけたり、あとは、あの 地域適用センターの例としては、えー、岐阜県さんの例をあの掲載させていただいております。岐阜県さん、先ほどの講義の中でもありましたけども、大学と一緒に、えー、と適用センターを作ってられ,れて、そういった、えー、と適用センター設置の,あの、まあ、経緯であったり、あとは現在取り組まれていること、そして今後取り組,れ取り組んでいきたいことであったり、あとは、まあ、それぞれあのこちらの例だけじゃないですけど、それぞれやっていく中での課題なんかも。あの あのお話しいただいているのであの、いろいろご参考になるかと思います。では、えっと、インタビューの次、2つ目です、次として2つ目、えっと適応えっと、地域の適応策から入れる、えっと、情報について見ていきます。 えっと、こちらのページでは、あすいません、えっと、1つとしては、えっと、適用策のデータベースもございますし、あとは、えっと、先ほどの講義の中で説明のあった広域協議会の,あの情報、あとは地域コンソーこちらもあの終わってしまいました。あの今、現行でやっている広域アクションプランの1つ前のプロジェクトとお,お考えください。そちらの結果なんかもご覧いただけるようになっています。で、えっと 一つ、あのこちら、具体的に説明するのは、あの適用策のデータベースについてです。えー、とこちら、えっ、ー、と地に日本だけじゃなくて、まあ、海外の例も合わせてですけれども、あのー、各地域で取り組まれている適用の取り組み事例っていうのを、今、あのこちら111件ってなってますけど、最新のものだと115件あの掲載していますて、トップページだとこういったページであの形でサムネイルが載ってて、あのー 載ってるデータベース一覧見ることができるんですけれどもこちらあの、まあ、分野別とか地域別に相当できるようになってますので、えーっとまあ、例えば農業とかこうクリックしていただくとばってこう33件現在のところ載っていて、まあ、その中でも例えばこちらに挙げたような、えー、っと埼玉県産の高温耐性米品種、えー、っとサイの絆の,あのことなんかをこうご覧いただけるようになっていますので、まあ 近くの地域のことであったりとかあとは分野別に興味ある適用策とかありましたらぜひこちらのページご活用いただきながら地域で取り組まれている適用策について検索いただければなというふうに思います。 2つ目まで説明してきました次に3、えー、つ目の科学が教えてくれるところ教えてくれることというページについて説明していきます、えー、とこちらは、えー、とまず1つ、えー、と情報を載ってますものとしては、えー、と気候変動とか気候変動影響についての観測とか予測データというのをあのグラフとかあのこの WebGIS のシステムを使って情報を載せています、えーと 後ほど時間があったら、えっと少しデモ、こちらについてデモの時間を取りたいなと思うんですけれども、えっとまあ、簡単に説明しますと、観測データに関しては、えっと、1987年から2019年までの値をあの各自治体あの、都道府県別にご覧いただけるものになっています。でこちらの観測データに関して載っている情報は、えっと、平均気温と降水量と真夏日と、えっと、猛暑日、この4つにを掲載しています。 えと予測の方に関しては、えー、とやはり、えー、とあちょっと説明忘れてしまいました。こちらはあの気象庁さんからのデータですけれども、えーと、予測の方に関しては、気象庁さんからの、えー、と第9巻のデータに加えて、えー、と環境省推進費 S8、あのー、の成果物で出てきた、あのー、データに関してもご覧いただけます。でこちら後ほど、あのー といったものなんか使い方について少しデモしたいと思いますが、まあ、こういった、えっと、将来予測の気,候気象の、えっと、将来予測のことであったり、えっと、分野別の影響についての,あのデータについてはこういった形であのど県都道府県別に 地図,地図にしたものとかグラフにしたものをあのダウンロードいただける形になってますので、ぜひあのあで実際にこういった,形あのこういったものをあの地域適用計画の中であのご活用いただいた例というのもたくさんあるので、あのぜ,ぜひこういった形でこ,れあのこういったあの研究成果とかデータをご活用いただければなというふうに思います。あとはこの科学,の、えー、科学が教えてくれる,と教えてくれる ことというところでは、えー、といろんな今日本で行われてきた、えー、と気候変動影響の観測とか影響予測についての、えー、と研究事例のをあの整理しております。えー、とこちらだと,、えー、とこれまで行われた国レベルで行われたあのデータをこう一覧的に整理しておりますしあとは地域別に行われてきたあのなんとか あの岩手県で行われてきたものとか茨城県で行われてきたものとかそういった地域別の,あの地域で行われてきたデータあの研究についても情報をあのモラ的に整理しておりますしあとはえっと経済評価に行った研究事例とかあとはその,えっとあの適用策のこうコストベネフィットとかそういったあの研究事例とあのそのマニュアルなんかも一緒にあの分野別に整理しておりますのでこの辺も、えっと ご覧いただけれ、ご活用いただけるものがあるかもしれません。あるいは、えっと、地域適用センターの方々が、えっと、関わってきて、あの、関わって、えっと、関わってきた、あの、研究事例についても、あの、こちら、えっと、情報を整理していますので、えっと、この辺もご覧いただけると、今後の、えっと、研究、調査研究等の中でご活、あの、ご活用いただけるかもしれません。で、あとは、 科学が教えてくれることの中には関連情報として気候変動影響に関する、えー、と特主に観測データが中心ですけれども、えー、と気候変動関係の、まあ、統計データを、えー、と分野別に、えー、とここに挙げたようなあすみません、こっちらに挙げたような分野別に、えー、と統計データ一覧,を、えー、一覧のリンク集っていうのを整理しておりますので えっとまあ、なんか、これまでの、えー、っと各皆様の,あの自治体での、えー、っと気候変動影響なんかの観測データをこう知りたいなというときなんかは、こちら、時計データ、こちらで、えー、っと一覧を整理していますので、えーっと、こちらからご覧あのいただければなお、ご覧いただけるようになってますので、ご活用いただければなと思います。 はい、えーと、ちょっと時間がなくなってきたので少し早く行きたいと思いますが、えー、と次に、えー、と地域適用計画のページに行きたいと思います。えー、とこちらでは、えー、とこ,こちらに挙げたような、えー、とコンテンツを整理しております。えーと 環境省があの整備されました適用計画のマニュアルとかガイドブックをのこちらからご覧いただけるようになってますし、えっと今現在、えっと、日本で、えっと策定されて、えっと、法定計画として位置づけられている、えっと地域適用計画の一覧なんかも、えっと、こちらからご覧いただけます。あととはえっとまあ 地域あの法定計画には位置づけられていないけれども、該,あの該当するようなものだった,であったり、関連計画についても一覧を整理しております。あとは関連する会議についてもあの一覧をあの設けあの整理しております。で、こちらがあのまあ環境省があの整理された適用計画のガイドブックとか、あとはマニュアルなんかもこのページからご覧いただけますし。 えとこちらが、えー、と地域適用計画の,あの一覧になっております。えー、と各、えー、と計画のリンクでリンクがありますので、えー、とそちらから、えーとえー、と元の、えー、と計画には飛べるようになっております。で他にもあの、まあ、適用計画を作るためであったりとかあとは適用策を考えるために各自治体さんで、えーとまあ、会議を複数回会議をあの されていて、その時あの情報をいただいた情報を公開されているものに関しては、えっとこういった形でえっとその会議の情報を掲載させていただいております。で、例えばこちら新潟県さんですと、あのこちらリンクからあの元ページ飛んでいきますと、実際に会議で使われ あの資料なんかもすべて載せていただいておりますのであの計画とか、えー、と適用策の準備として行われた会議をこれからこう考えてらっしゃる自治体さんなんかいらっしゃいましたらぜひこういったあの先行例なんかをご覧いただければなというふうに思います。 で次は、えーと、地域の適用センターのページです。えー、とこちらのページ、ちょっと見にくいですけれども、すみません、えーと、適用センターの,、まあ、あの役割についての説明であったり、やはり、えー、と全国の適用センターの一覧とか、あとは、えー、と情報発信に使っていただけるようなコンテンツとかの情報をこのページで載せております。でえー、とこちら、えーと、地域適用センターの一覧になっております。 でまあも,も,もちろん、えー、と適用センターの各適用センターのリンクがあって。 でえっと、それぞれぞの,あの拠点なんかについいてて、えっと、情報を載せていますちょっとすいません北海道さんの例は実はちょっとこれ間違って掲載してしまってるんですけれども、えっと、各、えっと、適用センターの母体についての情報も載せていますで、えっと、ありがたいことに、えっと、各あいくつかのセンターさんからその設置するときの設置要項なんかを共有をいただきましたで設置要項も頂い,いたものに関してあるいは公開されているものに関しては合わせて、えっと、適用センター センターの設置要項をこちら掲載させてていいただいておりますでこちらはまあ宮城県産の適用センターの設置要項の例になっていますがこういった形で、えー、と情報を載せておりますので今後、えー、と適用センター、えー、と設置をあのされる自治体さんがありましたらあの、まあ、設置要項、えー、と必ず作らなければいけないものではないかもしれませんければあの設置要項を準備される際にはこういった例をあのご参考にしていただければなというふうに思います。 であとはあの適用センターのページに載せているものとしては、えー、と情報発信の時に使っていただけるようないくつかのツールを 準備しております、えー、と各センターの紹介用のパンフレットであったり、こちらは各センターさんで、えっと、それぞれこうカスタマイズできるような形式になっておりますので、えっと、ご活用いただけるものになっています。あとは、センターを紹介するホームページの,あの HTML の、えっと、テンプレートのひな形なんかもこちらで準備しております。でえっと 最後、地域適用、地域の適用に関する最後のページとしては、普及啓発の情報をまとめたページがございます。で、こちらには、えっと、 えっといくつかやはりその中にもページがあるんですけれども、えっと、適用に関する、えっと、説明したパワーポイントのスライドなんかを2種類準備しています。一つはまあ一般、えっと、向けの,あの分かりやすい、えっと、ものになっていたわかりやすいものになっています。でもう一つが、えっと、自治体とか企業さん向けになっていてもう少し、えっと、個別具体的なあの適用策各分野 別の適用策の例であったり、あとは企業さん向けだと、えっと、TCFD の説明とかそういった少し詳しいあの説明を加えたものなんかもあって、まあ、2つこちら資料ございますので、さまざまなあの場面であの説明等ございましたらご活用いただければなと思います。あとは、えー、とはえっ こちら、普及啓発のページには、さまざまな、えーと、これまで国家圏が作ったもの以外にも、いろんな、えー、と普及啓発に使える、えー、とリンクがあの、コンテンツがありますので、そちらのリンクがこちらのように、えー、とこういった形で、えー、と整理しておりますしいろいろフリーで使っていただけるような、なんか、えー、とイラストであったりあの図であったりとか、そういったものをこのページで整理しております。で はい、そういったものをご活用いただいて、例えば福岡県さんとか大阪府の方々はあの、えっと、ハンドブックなんかを作っていただいたことがありましたので、ぜひプラット内のこういったものを使っていただきながら、えっと、資料作成いただければなと思います。えっと 他にも、えー、と動画あの、気候変動関係の,あの動画をあのいくつか整理しちゃいます。えー、と国家圏があの独自に作ったものであったりとかあの、各自治体さんが普及啓発用に作った動画なんかもございます。えー、となので、こ今後こういった、えーと、こういった動画をこう作ることを考えられていらっしゃる自治体さんいらっしゃいましたら、あのご参考にしていただければなと思います。 他にも、まあ、あの学習用の動画なんかもありますので、こういった形であの情報を整理しております。えー、と普及啓発関係の,あのコンテンツとしては、あとは気候変動のミステリーというのも、えー、新しく準備して、A プラットに掲載していて、まあ、こちらあの、高校生とか大学生とか、まあ、社会人向けに、えー、と作られたコンテンツですけれどもこう、謎を解きながら、えー、と気候変動を とか適用について学んでいくものになっておりますので、いろいろな場面でこちらもご活用いただけるものになっているかと思います。で、えっと、他には、えっと、この、えっと、普及啓発のページ、えっと、多様な主体との連携 のヒントというページがあってそ、そちらには、えっと、こういった、えっと、WebGIS を使ったデータの収集とか、えっと、共有とか発信用の,コン,あのコンテンツのためのマニュアルを整備しています。えっと、例えばこちらは長野県さんが行っていただいた例なんですけれども、えっと、これまでこうアナログで紙ベースで行われてきた調査を、こういったスマホをのこアプリを使いながらあの調査をする。<laughs> えとコンテンツを作って、えー、とそういった時に少し弊社の方でサポートさせていただきました。でただこういったあのスマホを作ってデータ収集するだけじゃなくてそのデータを、まあ、あの解析して、えー、とそれを、えーと 各自治体さんのホームページから発信されるというような取り組みもされています。例えば、滋賀県さん、こちら滋賀県さんの例ですと、身近に感じるこう。気候変動の影響どういうのがあるかっていうのをアンケートした結果をこういった形でえっとマップ上に落とすというようなえっと。 あの分析をして今あの実際ホームページ上でこうあのウェブ上で公開されていますなのであのこういったことも可能ですただしちょっとこちらあのえっとこちらにある通りえっとこちらご活用いただくためにはまライセンスが必要でえっと最長2年は国関係のライセンスをご活用いただくことが可能なんですけれどもえっとそれ以降というのはあのご購入いただくこあの必要があるということだけご留意ください。 えと他にも普及啓発のところでは、えー、といくつかあのコンテンツでございます、えーと、絵巻物っていうのを作っていて、まあ、なんか気候変動っていうのはどういうものなのかっていうのをこう絵巻物を作って知ることができるとか、あとはしあのシールアンケートするためのアンケートボードなんかも、えー、と準備しておりますので、何かこう、普及啓発のイベントをされる際には、この辺ご活用いただけるかと思います。 以上、ここまでが地域の適用でのコンテンツの説明になります。残り2つ、事業者の適用と個人の適用について、ちょっと駆け足で説明していきますと、事業者の適用については、こちらに右にバーありますとっり、いくつか企業さんが行ってらっしゃる適用関係の事例なんかについて、データベースを作って、情報を整理しています。 でまあ、例えば、えーと、気候変動あのリスク管理、こちらはあの自社の,あの活動を行うときに、まあ、気候変動の影響をあの極力こうけ低減するための取り組みについてあの行ってらっしゃる例というのをあの、情報をまとめて整理しております。あとは TCFD に関する、えー、とものについても、やはり、えー、と情報を整理して、えーと、こちらからご覧、こういった形でご覧いただけるようになっております。 あとは適用関係の、まあ、ビジネスについても、まだ数は多くないですけども、それでも徐々にあの事例が増えてまいりました。それについてもこういった形で、えー、と情報を整理しておりますので、ご覧いただけるあの、やはり分野別にご覧いただけますのであの、ご活用いただければなというふうに思います。 えっと、個人の適用についてですが、えっと、ちょっと実はこちら、まだあまり、えっと、コンテンツとしてはあの充実がまだしていないところがあるんですけれども、こちらに挙げた、えっとまあ、更新情報を含めて4つ情報をあの載せております。でこの「資料というページのところですと、す、ま、で、あ、に言及しましたが、あのまあ、適用についての説明とかパンフレットのこととかも、あパンフレットについても掲載していますが、えっと <laughs> 未来の天気予報のこの動画っていうのもあって2100年のこう気候変動適用、こちら、えっと、環境省が作ったものですけれども、えっと、2100年天気予報こうなるんだよっていうようなあのあという、まあ、あの動画が作られておりますのでそういったものもこちらからご覧いただけます。あとは行動しようというページからはじゃあ,まあ適応え、えっと、適応につい気候変動であったり適応について知ってじゃあ 具体的にどういったことができるのかというのを、まあ個人ベースでできることっていうのをこここで整理しております。えっとすみません。ちょっと駆け足になってしまいましたが、えっとエプラットでのえ、a プラットのコンテンツの説明についてはえっとまずは以上です。でまいろいろ説明してきました。けれども、まずその初任者向けのえっとサイトとしてこちらを見ていただき。たい というのはこちら、えっと、大きく四つになります。えっと。こちらにある、えっと、イーラーニング。に、というもの。で、えっと、気候変動影響とか適用についての基礎知識っていうのを。あの、学べるかと思います。あとは、あの。 ご説明させていただきましたけれども、このここが知りたい地球温暖化適用編というものの中でも、やはり、えー、と適用に関する情報をご覧あのいただけるので、ご参考にしていただければと思います。えっ、ー、と、築城解説、えーと、先ほどの講義の吉川さんの中で説明ありましたけど、やはり、えー、と築城解説についてもあのご参考にしていただければなと思いますので、えーと、こちら見ていただければなと思いますし、あとは、まあ、 こういったものをご,ご覧いただきながら、じゃあ自分の地域では、えー、とどういったことが、えー、と予測されているのかとか、そういうのを WebGIS の, We G の,あのシステム、WebGIS のページをご覧いただいて、えーと、ご参考にいただければなというふうに思います。でえーと 次にちょっと A プラットまだ現在公開はしてないんですけれども、今準備中のものについて簡単に説明させていただきたいと思います。1、えっと、つは、えっと、適用策の事例集というのを網羅的に調べて今整理しています。えっと、こちらは地域適を日本で策定された地域適用計画の中に記載のある、えっと、適用策をすべ、えっと、て網羅的に抽出して、 分野別に、えっと、この通り、えっと、整理しています。例えば、ハザードマップに関しては、ある自治体さんではこういった記載をしているというようなものになっておりますので、これから、えっと、新たに地域適用計画を策定される際、あるいは今後適用策を検討される際の,あの参考資料としていただけるものになっているかと思います。で、こちらに関してまだ A プラットでは公開していませんけれども、えっと、 自治体さんに限って、えー、ともし必要であればあの現在バージョンをお送りすること可能ですので必要があったらお問い合わせください次にこちらも同様です、えー、と地域適用計画の、まあ、進捗管理とか優先度付けに関する情報をやはり、えー、と今日本で策定された地域適用計画の中から、えー、と網羅的に情報を抽出しました、えー、と定量的なも 目標についてはなかなかまだ、あのー、多くの計画の中で記載がされてるわけではないですけれども。 あるものに関してはあのこちらで整理して抽出しております。で、えっと、進捗管理についてはこういった形で進捗管理をするとか、あのこのページには出ていませんけど、優先度付けに関してもやはり情報を整理しておりますので、こちらも、えっと、まだ A プラットから公開はできませんけれども、もし必要ありましたら、あの事前に現在バージョンをお送りすること可能ですのであの、お問い合わせいただければなというふうに思います。あとは、えっと、各適用 のあの適用策を少し分かりやすく、えっと、こういった形、インフォグラフィックと私たち呼んでいますけれども、えっと、こういった形で情報を整理しています。えっと、こちら、水筒の例ですと、えっと、気候変動、影響としてあ、えー、将来的な予測としてはこういったことが予測されてて、それについて、じゃあ、適用策っていうのは、えっと、複数ありますが、こういったものがあるというような整理をしています。 こちらについても、まあ、あの完成しましたら A プラットから公開する予定になっておりますので、えっと、よろしくお願いします。で最後に、えっと、もうご存知の方、たくさんいらっしゃるかと思いますけれども。<laughs> えっと、各地域別に今、国関係の方では担当者を決めて、えっと、ご相談させていただいている状況です。ですので、えっと、各地域で、えっと、主担当と副担当というふうにあの分けさせていた,だきますいただいておりますけれども、ぜひこういった担当者を通じてあの何かありましたら、国関係の方にお気軽に、えっと、お問い合わせいただければなというふうに思います。それで もうちょっと時間があるかと思いますので、少し、えー、WebGIS のところについて、実際のページを見ながら、えーえー、A プラットの使い方のデモをしたいと思います。はいえーえー、WebGIS ですけれども、この科学が教えてくれる、あすみません、A プラットの地域の適用のというページの、えーと、科学が教えてくれるとことというページから飛ぶことができます。 でこちら見ていただくと,、えー、と気候変動の観測予測データというのがあります。飛んでいただくとこのようになっています。えー、とこちらからは、えー、と観測データ、えーと、予測データがあのご覧いただけます。で例えば、えー、と観測データだと観測データを クリックするとこのようにえっ、ー、と全角情報も見ることができますし、えっ、ー、と都道府県別に情報を見ることができます。えっ、ー、と先ほど説明した通りですけども観測データに関しては、えっ、ー、と平均気温、降水量、真夏日、えっ、ー、と猛暑日の4つのあの情報を見ることができます。 でえー、と少し詳しいあのこの、えー、とデ,データの、えー、と詳しい説明なんかはこちらのページなんかにございますのでこの赤線の評価については何か、えー、と説明がございますのでこちらご覧こういったあの情報もご覧いただければなというふうに思いますこちらが、えー、と観測データについてです観測データに関しては気,候、えー、と気象情報についてのみになっております であともう一個ご説明したいのが、えっと、将来の、えっと、将来予測についてのデータについてです。えっと、こちらも、えっと、やはり全国情報と、えっと、都道府県別の情報をご覧いただけるようになっています。で、えっと、私、岩手県出身なので、ちょっと岩手県を、えっと、見ていきたいと思いますけれども。えっと、 将来予測に関しては、まず気候のデータに関しては S8 データと,、えっと第9巻のデータを選ぶことができます。で、えっと、今、じゃあ、えっと、S8 デ,データで見ていきたいと思います。S8 データだと気候だけではなくて、その他農業とか水環境とか生態系とか、えっと、自然災害、健康についても情報を見ることができます。で例えば、じゃ、えっと農業について、えー、見ると、こういうふうに。 農業だと,、えー、とここだと米について情報を見ることができますで米だと,、えー、と2つあの選べて、まあ、品質はあまり考えないで収穫量だけ収穫量だけを見るものと品質も考慮するものというような 2, 2パターンを選ぶことができますで、えー、と気候データもあすいません気候モデルも、えー、と1つだけではなくて複数、えー、と選ぶことができるようになっております えとシナリオに関して RCP のシナリオもやはり一つだけではなくてこちらにあるとおり3通り選べること選べるようになっておりますで対象期間も、えー、と今のものとえっ、ー、と今世紀の半ば2050年ぐらいのものとあとは今世紀末の情報もあのご覧いただけるようになっておりますでこちら透過度を調整することができてまあえっ、ー、と 値を高くしていくとこのように、えっとなあいえっと、背景の地図をあのが見やすくなるというようなものになっております。で背景の地図に関しては、えっとえっと、こちらから白地図だけじゃなくて標準地図とかあとは写真もあの選べるようになっていますので、まあ、あの状況に応じてこの辺選んでいただければと思います。あとは、えっと こちらはですね、えっと、今、あの1つの画面だけを出しましたけれども、えっと、画面を分割することができます。それで、このように4分割にすると、こういった形で、まあ、異なるシナリオであったり、異なる年代でデータを見比べることができるようになります。で例えば、これは、 えっと、あ、先ほど設定した、えっ、ー、と、岩手県の米の収穫量、えっ、ー、と、品質重視で、えっ、ー、と、RCP2.6 の、えっ、ー、と、今世紀半ばとなっていますが、これを、こっちでは、えっ、ー、と、今世紀末にすると、えっ、ー、と、同じシナリオでも、まあ、あんまりここでは変化ないですね。で、 逆に今度こっちを RCP8.5 温暖化対策緩和策をあんまり取らなかった場合こうなりますという形になってます。あまりこれは岩手県では差はありません。えー、で、これを今度、えー、RCP8.5 で今世紀末にして、今世紀末にすると少し、えー、と周辺でもえっ、ー、と 影響が出ててくるかなななというようよ形になってますすみません、説明してなかったですけども、青が、えー、と米の収穫量2倍ぐらい、最大2倍になって、緑が、まあ、1倍から2倍、黄色になると,、えーと,まあえー、と減少するとか、赤になるともっと減少するというような図になっております。こういった形で、えー、と複数のシナリオとか、えー、と年代を、あの 比較できるようになっておりますのでね、ご活用いただければなというふうに思います。で、えっと、最後、あのー、 ちょっと補足的であの、ちょっとあまり関係ないですけれども、まあ、岩手県では実はあまり、えっと、RCP8.5 の、えっと、今世紀末になると、ややこうちょっと負の影響が見えてくるかなと思います、えっと、というような予測になっていますが、まあえっと、あまりその影響が米に関してだけ言うと影響がないというような形になっていますが、実はこれ、福岡県、同じことを福岡県で行い を対象に行いましたこうすると、まあ、ご覧いただけるうまり、まあ、福岡県だけじゃなくて周りもこう真っ赤になっていて、えー、RCP8.5 だと結構真っ赤になってますし、えー、RCP2.6 のこちらですけども,でも、えー、とマイナスの影響というのもや結構あのこういった形で見えることができます。なので、やはり、えー、と気候変動の影響とか 影響はあの地域によってバラバラです。それなので、やはり地域独自の,あの取り組みとか対策というのが必要になってきますので、えーとえー、とでそういったあのこともあの情報を今後も、弊社の方でも情報を発信していきたいと思いますので、ぜひあの今後ともよろしくお願いいたします。えー、とすみません、ちょっと知りきれともになってしまいましたけれども、えーと、説明を以上で終わりたいと思います。ありがとうございました